北海道うちで8月20日、新型コロナウイルスに523人間、したことが分かりました。500人を超えるのは3日、続です。感染が確認されたのは、北海道発表分166、札幌市297人、旭川市52人、函館市5人、小樽市3人です。北、同全体で1週間前の金曜日454人から69人、増加しまった。 札幌市へのまん延防止等重点措置の適用、だ19日目、増加傾向が続いています。旭川市で区スターの拡大も確認されています。38例目、飲食、従業員と非公表の2人増えて、計21人北海道全の使用病床数は8月19日で779床と、前日の761人から18床。しかし、 北海道独自の警戒ステージ4の目安350章を26連続で超えています。8月20日北海道発表文の間、物情報、空地地方、9人石狩地方、63人、尻部市地方、3人単地方、16人日高地方、2人お島地方、5人、日山地方、1人上地方、9人留萌地方、1人宗谷地方、1人、 おほうつくち14人とかち地方22人くし地方9人根室地方3人その他8うち同外5人年代10歳未満から80代30代以下112人第4パノは5月9日に500人を超えその12日後にピークの727人が認されています政府は緊急事態宣言を東京沖縄県 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府に加え、白県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡の7府県を20日から追加しました。発令は13都府県拡大します。まん延防止等重点措置は、北海道、川県、福島県、愛知県、滋賀県、熊本県に加え、宮城、山梨県、 富山県など10県を追加し、対象地域は16道に拡大。北海道を含め当初31日までだった期間、9月12日までに延長されました。北海道は2日から、幌市に、14日から、小樽市と石狩地方、江別市、千歳、江庭市、庭市北広島市、石狩市、東別町、新種の津村に、20日、ラーザヒカワ市も、 蔓延防止の適用地域に追加しています。感染拡大が続いていることから19日、鈴知事は国に緊急事態の要請をしたことを明らかにしています。北海道うちの感染者は計5万2012人とりました。